今年も残すところ2週間となり、千代田区の神田明神ではいらなくなった名刺を神社に奉納する行事が開かれました。2015年から開かれていたこの行事ですが、今年が最後の開催となります。この行事では会社員や経営者らが必要がなくなった名刺を境内に用意された五円箱に1000枚まで納めることができます。縁結びと商売繁盛の神様が祀られた神田明神は名刺を納めるのに適した場所だということで、訪れた人は来年のビジネスでも良い縁に恵まれるよう祈っていました。まあ、年末なのでいろいろと何ですか、いろんな不要なものとかをいろいろ整理しているときにだいぶ名刺も溜まってきて、これどうしようかなと思ってたので、まあ、これを機会にと思って納めに来ました。普通に捨てるのはちょっと忍びないなというものがやっぱり多いと思うんですけれども、やっぱりそういうものをきちんと処理してもらうことができるのはやっぱりいいなと思います。2015年から開いてきたこの行事ですが、今年が最後の開催となります。まあ、当社としてはますます紙の書類のデジタル化が進むことを願って、まあ、今回を最後にしようという考えで、最後の開催ということに、したいと思っております。